取り行こうよ、カブトムシ。東京にカブトムシはいないよみんな神奈川の方飛んで行ってるっしょ怖いから行きたくない、トラウマなんだよ。そんなことしたら俺はもう大量のボケを連れてアリケンの家に。ナローさん、レイダーザース。カブトムシ終わったんかな。え、今日もカブトムシ取りに行ってたの。あれ昨日だけカブトムシ取り行ってたの。カブトムシは昨日だよ。え、カブトムシは昨日だったはず。お前カブトムシ触れる？え、無理無理無理。え、お前虫無理？虫触れない。え、ちょ、取り行こうよ、カブトムシ。え、東京で？お前あるでしょ、森、東京に森ぐらい。いやいや、東京にカブトムシはいないよえ、いるだろ。東京にカブトムシっていないよ。一匹も？野生のだよ、うん、みんな神奈川の方飛んで行ってるっしょそんなことあるわけないだろ。まあでも高い。いるらしい。いや、いるだろ。なめんなよ、カブトムシを。どこにでもいるだろ。え、マジか。あいつら角ついたゴキブリだぞ。いるに決まってんだろ。え、てかさ、ナローさんがさ、うん、カブトムシじゃなくて心霊スポット行っててさ、俺お化けとかマジで無理だけど、ちょっといいなと思ってた。いや、俺はお化けの方が無理。え、カブトムシより？うん、カブトムシ1000匹の方がいい。いや、でもお前カブトムシよりお化けの方が多分いないぞ。いや、無理無理。もうお化けのカブトムシ持ってこないと無理俺は。いや、カブトムシよりお化けの方が少ないよ多分。いやいやいや、お化けの方が多いお前。だって何人死んでると思ってんだよ日頃。ああ、まあ確かにね。そうだよお前、今またこの時間にもな。そうだもんね。そう、お化けになってるかもしれない。え、でも俺人生で1回ぐらい心霊スポット行ってみたいよ、アリケン。いや、いい、そういうやつから死んでくね世の中。いや、ちょっと面白そうじゃない、正直。全然。じゃあどうすんの、行って。じゃあお前、お化けの気持ちになったことある？いや、ない。自分家にさ、高木がいるらしいよっつってさ、家に踏み込んでくるやつが来たらどうする？ムカつくだろ。でもそのお化けは家賃払ってないじゃん、別に。そこに家賃払ってないけど、払わなくていいところにいるんだよあいつらは。それはじゃあ人間も同じだよねっていうどういうこと、どういうこと。え、お前らが家賃払ってないでそこに住んでるなら、うん、俺はもう家賃払わずにそこに行くよっていう。そう、行くけど、もともといたのは誰？お化けだよ。お化けでしょ。え、でもその早い者勝ちとかはもう小学生しか行ってないよ。いや、でもお化けの世界には大人の話をしたい。大人の話をしたい。お化けの世界にはないからルールが。ならそれこそ別に入ってもいいじゃん。いや、入ってもいいけど、入ってもいいよ、入ってもいいけど、うん、怒られて呪われてもしょうがないよねっていう話を。行ってもいいけどね、怒られて、うん、それは勝手すぎるわお化けが。でしょ。 でもお化けが勝手でも、うん、お化けを怒る人いないじゃんこの世界に。いや、あの、いるよ、霊媒師とか。でも霊媒師行かないじゃん、心霊スポットに。行かない。でしょ。だったらお化けが一人でに怒って俺らのことを呪ってくるんだよ。確かにな。だから行かない方がいい。確かにな。まあ、てか敵は作んない方がいいよな。そうそう、お化けでもそうよ、カブトムシでも敵は作んない方がいい、うん、ならカブトムシもやめた方がいいな家族のこととか考えたら、だってもうやばくない？え、だって餌をさ取りに行った、蜜を取りに行ったパパが帰ってこないんだよまあそこまで考えたら、まあそりゃそうね。でもあいつらあれだよ、パパ子供とかじゃないから。子供の頃は土の中にいて樹液吸わないから、カブトムシは。あ、そっか、うん、そうそうそう。え、でもじゃあ、あの、奥さんとかさ、奥さんとか。いや、奥さんもいつも一緒に吸いに来てるよ。親戚とか。親戚のカナブン君も一緒に吸いに来てる。え、でも大体一人じゃない、あの、蜜にさ。いや、蜜くっついてる。いやいや、蜜のとこにはいっぱいいるよ。え、大体一匹でしょ。いや、てかあいつらその蜜を貯める能力ないから、蜂じゃないんだから。あ、だからあれじゃない、口移しとかでもしてるんじゃない。それはカブトムシに聞かな、わかんないけどだからそういうことも考えたら、うん、カブトムシであろうと奪うのはもったいない。いや、でもカブトムシには勝てるやん俺ら。あ、まあね、うん、カブトムシにも勝てるし、まあ、うん、その世の中がカブトムシを取って家族がかわいそうだって言い出したらやめますよ私も。確かに。はい、でもまだ言われてないんで取り行きましょう。ただ俺お化けさ、マジで結構俺お化けにビビって生活すること多くてさ、夜中とかさ、うん、なんか今目の隅っこでなんか今見えたんじゃねみたいな、あ、ない、たまに夜中。これよくあるんだけど、まあ、ある。なんかカーテンの隙間から覗かれてる。そうそう、今髪長い人いたくねみたいな、うん、俺あれマジで嫌なんだよな。お前そんなんが見えてんのに行こうとしてんの、なんで。え、だから、マジで終わらせたい。いや、お前 あごめん、戦いに行こうとしとるごめん、俺あのーあれだわ、あの大学生の時、ウェイ心霊スポット行こうぜっていうノリかと思ったけど、お前はそういう終わらせに行ってんだ。生活ストレスをなくしたい。まあ、行けば解決する。どういうこと、どういう、お前のいるべき場所はここだよってことお前優しく連れてってあげるってことてか、もうもし俺の体に今ついてるなら、うん、あのここに戻ってねっていうのをやりたいんだ。そうそうそう。でもどうする、俺がお前についてる例だったら、おい、こいつアホやから何人乗るつでも大丈夫やでって10人とかになったらどうするお前えぐいよ、お前周りチラチラ見るたびに髪の毛がファサ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 ってなって
そうなってきたらもういよいよだろ、うん、だから諦めて、だから今さ、だから今あれなんだよ、あのリスクとリターンがあるんだよ、うん、行ったらいなくなる可能性もあるし増える可能性もある。確かにね。そうだから1体と付き合っていくか、10体をもう100体かもしれないのリスクを背負って1体を置きに行くか。結局アリケンは何、お化け無理なん、うん、怖いから行きたくない。あ普通に怖いんだ、うん、あ違うな、俺心霊スポットトラウマなんだよ。心霊スポット1回行ったんだよ、すごい自殺が多いみたいなところに真夜中、うん、で一番奥まで行って帰ってくるときに、その長い下り坂なのね、川の近くだったから、うん、長い下り坂の上からベンベベベンベンベベベン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 っつってヤンキーが10人ぐらい降りてきたんだよバイクで。お化けじゃねえのかよ。それが怖すぎて一番お化けかと思ったその話。その歩かなきゃダメだろってところをバイクでベンベベベンって言いながら来んのよ見つかったら終わりだっつって。怖いけどさ、影に隠れてる。怖いけどもうそれはそこまで堂々としてくれるなら俺別に。いやいやいや、お前知らんだろ、お前あのな、心霊スポットってな、ヤンキーとか陽キャめっちゃおるからな、うん、あ、そうなの。いるよ。え、いるの、人いるの。いるたまに勝ち合うもん。気まずいぞ。あんまいないんじゃないの心霊スポット。いや、いるいる。俺らと同じ考えのアホがいっぱいおんねん世の中には。え、どんな感じなんの、もし勝ち合ったら。だから、そうだ、気まずいよね、うん、だから。あ、もう確かに気まずいわ。だからみんな雰囲気を楽しみに行ってんのに、生きてる人間が出てきたもんだから、みんな気まずい。ヤンキー多いらしいよ。だヤンキー多いって。コメントで来るんだけど。ヤンキーしかおらんって、お前あんなもん。え、マジで？そうだよ。行っちゃいけねえんだよ、俺らは。ヤンキーと会いたくねえな。でしょ？いや、俺も最初の頃はお化けを見に行きたいっていう気持ちだったけど、うん、ヤンキーと遭遇してしまった、うん、もんで怖くなったんだよ、そっちの方が。ワンちゃんお化けより多いんじゃない、ヤンキーの方が。いや、多いよ。お化けも困ってるよ。そうだよね。なんでこんな見に来るんやこいつらっつってふざけんなよっつってあ、だからあいつら隠れてんのか。そうそうそう、心理スポットなんて嘘つきが言ったものだからね。てか頭のいいやつやばい、ナローさんからレードが来たってちょっと言いづらいなこれどういうこと？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 いや、頭のいい人は心霊スポット行くかなと言おうと思ったんだけど、そういえばあのナローさんから来た後だった。まあ頭のいい人は行かないんじゃない？そうだよな。そうだよね。確かに。まあ行ってもなる。まあでも風物詩であるよね、夏はね。あ、まあでも夏といえば心霊スポットってイメージあるからな。うん。え、心霊スポットって別にさ、例えばだけど。病院、うん、その、はい、廃校とかさ、ああ、な、廃病院、うん、とかじゃなければ別に行ってもいいの。まあだからトンネルとかじゃない。ああ、え、よくない。よくないって何。え、行きたい行きたい、マジで。トンネル、うん、俺でももしお前と行ったら俺置いてくよ、多分お前のことトンネルに。なんで。だって運転するのは俺でしょ、車絶対。うん、お前免許持ってねえだろ。持ってない。お前が降りた瞬間バックギアに入れてブーン。俺は逃げる。でももしそんなことしたら俺はもう大量のお化けを連れてアリケンの家お前なんで、お前なんでお化け使いになって帰ってくるんだよ。大量のお化けを連れてネクロマンサーみたいな感じでもうアリケンのもう今日行ったからな、覚えてるからアリケンの家。じゃあしない。じゃあ置いてかない。しな。お前やめろってお前